温暖化して少し南極の氷が増えたという報道がありまして、これが NASA が発表したもんですからですね、NHK はじめ一斉に日経新聞も報道しました。このことは私実はえばるわけじゃないんですが、10年ぐらい前に本に書いてだいぶ物議をかましたんですけど、それの時はもうみんなが武田何言ってんだ、あいつは変人だって言われましたけどね。やっぱりさすが NASA、 もしくは白人が言えばですね、まあ、日本人はははーっとひれ伏しますから、今度だいぶ私も名誉を回復したわけでありますが、ちょっとついでにですね、その時に私が2つ指摘したわけですね。一つは南極の温暖化によって南極の氷というのは少し増える方向に行くだろうということと、あともう一つは北極の氷が溶けても海水面は変わりませんということですね。まあ、これはかなりその時にもうすでに浸透しました。最初私が北極の氷は、北極海に浮いている氷だから、これは溶けても溶けなくても海水面には影響ありませんよと言いましたら、多くの人はびっくりして、氷が溶けて海水面が上がらないのと疑問に思って、そのうち、ああそうか、アルキメデスの原理があるからとこう思ったわけですね。しかし中にはたちの悪い専門家っていましてね、それでもがきましたね。だってこんなことに気がつかないというのは専門家としては恥ずかしいので、武田は北極の氷っつってるけど実は北極海じゃないかと。北極の氷って言ったら北極海ばかりでなくて周りにシベリアとかアラスカとかあるじゃないかっていう、そういうまあ超屁屈をですねこねて、俺たちは間違ってなかったんだと、まあいうようなことを言う人もいましてね、まああんまりそんなにもがかない方がいいですよとこう言いたかったわけですけどね。ちょっとそれを繰り返しておきますが、ここに表紙にですね、氷が水に浮いている絵があります。なんで氷は水に浮くのかと言いますとですね、氷も水も同じ、まあ、水ですよね。まあ、普通は液体の水を水と言い、固体の水を氷というのでちょっと紛らわしいんですが、まあ、いずれも水であることは誰でも知っています。じゃあ水が凍った時に沈むか浮くかというのはですね、もちろんある体積の 1cc なり 1cc の水が凍った時に体積が小さくなれば沈みますね。多くの物質はそういう物質なんですけれども、水の場合は液体の時に、まあ、水素結合っていうのも強くてですね、比較的沸点も100度と高いんですね。ちょっと難しくなりますが、分子量が18で沸点が100っていうこと自体がですね、水っていうのは一つの分子が 18H2O と言えないっていうことを言ってるんですね。何個か8個なら8個が弱い水素結合でくっついて大きな分子を作ってるので、まあ蒸気圧といいますかが低いと言ってもいいし、沸点が高いと言ってもいいわけです。これはまあもちろん中学校以上の物理とか科学を教えておられる先生方はもうよくご存知のことです。もちろん、理科系の研究者なんていうのはもう全部わかってることですね。で、水の場合はですね、液体が少し縮まってる状態なんですね。で、したがってそれが固体になるとちょっと分子の動きが自由にならないので、むしろ少し分子の間の距離が伸びるんですね。で、それで体積が大きくなるわけです。 1cc の水を凍らせると 1cc よりか大きくなっちゃうんですね。ということは軽くなるということですね。軽いとか重たいっていうのはまあ普通軽いものはこう中がガランドっていうかですね、そういったものなわけですね。だからまあわずかにガランドになるので、その分だけ軽くなって水が氷になると浮くわけです。それで海水面に出てる部分っていうのはですね、これは水が氷になるときに増えた体積分なんですよ。これはまあきちっとね、言えば、重力に基づく下向きの力と浮力、つまりアルキメデスの原理に基づく上向きの力が等しくなったところに海水面があるわけですね。ですからまあ簡単に言えば、水の上に出てる分だけが水が氷になった時に、太った体積が増えた部分なんですね。ですから、まあ、またこれが溶ければ氷が溶ければ元の体積、つまり氷山なら氷山の下の部分の体積になるわけですね。ですからそこでギッタンバッコンやってるようなもんですから、全然他のところには影響ない。つまり北極のっつったらまたツッコミが入りますから、北極海の氷はですね、全部溶けても
全然海水面には関係がないんですね。ところでですね、本当に北極海の氷はどんどん減ってるかというと、まあ、若干減ってるんですけどね。つまり現在の温暖化というのはどっちかといいますと、北半球が結構温暖化が進んでて、南半球はあまり温暖化が進んでませんので、まあ、北半球しかも緯度が高い方、北極の方が温度が上がってるもんですからね。だから北極海の氷は少し減ってるんですけど、それでもですね、全部なくなっちゃうとかそういう話じゃなくて、まあ少しわずかに減ってるという程度で、もちろん夏にもですね、北極海には氷が 40% くらいありますからね。ですからまあやはり氷の世界であることは間違いないんです。それから氷っていうのはですね、全部凍ってれば、まあ温度はですね、マイナス10度になったりマイナス20度になったりずっと低くなるんですけども、氷と水が一緒にあるところでは基本的には0度なんですよ。まあ、海水はちょっとお塩を含んでるのでもうちょっと低くなるんですが、基本的には0度なんですね。ですからまあ NHK が流した白熊が暑いよ暑いよって言ってるのは嘘で、氷がまあ5割の氷がですね、夏に氷が5割あったとしますね。 50% 北極海に、それが 40% になっても基本的には夏の気温は変わらないんですね。でまあこれね、 NHK の中に技術者がいますからね、だから全員が分かってたと思います。私はこんなことが分からない技術者って普通いません。っていうのはそれだと技術ができませんからね、研究もできないし。だからまあ本当のこう理科の基礎の基礎ですので、例えば水と氷が共存しているときは温度がほぼ0度だとかですね、それからアルキメデスの原理があるので氷が溶けても水面は変わらないとか、こういうことは本当の原理の原理ですから、NHK とかそういうところはどん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 温暖化したら海水面が上がるというふうに報道したときに、実はその放送局とか新聞社にいる技術系は全部知ってたんですよ。それが間違ってるってことがですね。しかし間違いを誰一人として指摘しませんでした。恐ろしいですね。一回空気ができると誰も言い出せないんですよ。あれですね、裸の王様ですね。王様が裸で歩いておられると、しかし誰かが立派な洋服を着ておられ服を着ておられますねって言うと、本当は裸なのにみんなが立派な服ですねっていうのと一緒なんですね。誰もが王様は裸じゃないかと言えないという、この集団心理っていうのはまあ昔からあるもんですね。しかしまあ日本人のように比較的、誠意のある民族がそんなことになっちゃったっていうのは本当悲しいんですけれども、まあ、一応そういうことですね。北極の方はその後、まあ、みんなが納得してですね、私のバッシングも含めて少しずつなくなってはきております。ただまあ今度 NASA が南極の氷が増えてるということを発表した際にですね、もう一回、まあ、こういったことを思い出して、まあ、温暖化の嘘をよく理解するっていうことは、私たちの子供なんかにですね、ちゃんと正しいやっぱりことを伝えるという意味でも非常に重要ではないかというふうに思います。